白線塩招きは、エビメ、砂ガニカに分類されるカニの一種。オスの片方のハサミ足が極端に大きい、いわゆる塩招きの一種で、白っぽい体色が特徴である。ユーラックティアという種レーベルでは、インド用、西太平洋の熱帯、温帯域に広く分布し、このうち北西太平洋の温帯域に分布する、本足を元足として位置づける。高長1 2ト、mm、ル。 幸福18ミリメートルほどで、大きさは、競技の塩招きの半分くらいしかない。甲は長方形に近く、塩招きより左右の目柄の間が広い。甲の背面は、開白色の無地、雲状の横縞模様、黒地に白小縁など個体差がある。オスのオバサミは、下流がなく平滑で白いが、紅白色、開白色などこちらも若干の個体差がある。 生息域は、川口域の満潮線付近、泥混じりのやや硬い砂浜か天石地帯で、日当たりが良いが干潮時にも乾燥せず、また水もかぶらない区域に限られる。このような条件が揃った区域にそれぞれが巣穴を掘り、集団で生活する。この区域に近接して、海側にチゴガニ、陸側に足原ガニが生息することが多い。巣穴は、入り口の直径2センチメートル、 深さ20センチメートルほどで、巣穴の周囲には、米付きガニと同様に、砂団子が見られる。近づくと素早く、巣穴に逃げ込むが、動かずに待っていると数分で姿を現す。繁殖期は6から8月で、この時期には、オスのウェービングが見られる。白い大きなハサミ足を振り上げる様が白いセンスを、振るように見え、和名はここに由来する。メスは交尾後に産卵放卵し、 幼生を海に放出する。幼生は2から3週間ほど、浮遊生活を送り、ゾエア5期、メガロパを経て、生息に適した区域に定着する。定着後2年目から繁殖に参加し、寿命は数年ほどとみられる。神奈川県伊勢の本州太平洋岸、四国、九州、朝鮮半島南部沿岸に分布する。当該地域には、潮招きも分布しているが、白仙潮招きの方が、 生息地や個体数が多い。本州、四国、九州で、塩招きといえば、白泉塩招きを指す場合もある。熊本県上山草市松島町長浦島には、日本最大級の白泉塩招きの生息地がある。都市近郊では、川口域の干拓、春節、環境汚染などが脅威となり、生息地が減少している。2000年に発表された環境省レッドリストでは、 純絶滅器具に指定されていたが、絶滅の恐れが増大したとの判断から2006年の改定で絶滅器具通類となった。沖縄白泉市を招き入り表と沖縄白泉市を招き U、ラックティアパープレクサ独立した主流パープレクサとすることもある。外見は白泉塩招きとほとんど区別がつかないが、分布域や生態が異なる。南西諸島からフィリピン。 バヌアツにかけての西太平洋熱帯域に広く分布するが、九州南部で白線市を招きと分布が重複する可能性が指摘され、精査の必要があるとされる。マングローブ下の南米日潟に生息する。また、チ賀には定着1年目から繁殖に参加する。ハサミを上下、日潟で求愛白線市を招き。熊本日日新聞。http ありがとうございます。